国道152号起点長野県上田市、大屋交差点付近国道152号終点静岡県浜松市東区北島交差点付近国道152号は長野県上田市から千野市を経由して静岡県浜松市に至る一般国道である。代表峠の一つである青崩れ峠静岡県側から長野県側を望む。長野県上田市から 道県内の八ヶ岳や南アルプスの山間部を縦断して静岡県の天竜川や支流の三作母川に沿って浜松市街に下る国道路線。かつての杖月街道及び潮の道として物資交流があった秋葉街道を踏襲している。路線上には新州の代表的な峠である青崩れ峠と地蔵峠の2カ所に 車両交通不能区間があるほか、山岳地帯では、福音の狭い区間が多く、ホイールベース5メートル超の大型車では本堂を用いた長野県と静岡県の往来は不可能である。このため、静岡、長野県境の山岳地帯では、本堂に並走する形で三円南信自動車道の整備が進められている。 一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲運転及び、経過値は次の通り。赤石山脈の山岳部を越える道は、かつて潮が取れない新州に、太平洋から潮を運ぶための潮の道もしくは、旧秋葉街道とも呼ばれ、戦国時代の武将、武田信玄が上落を目指し進軍した街道でもある。道路法に基づく二級国道として、 初回指定された路線の一つである。国道指定当初は、長野県飯田市から、愛知県北下良郡三和村まで2級国道151号と、重複し、道村からは、現在の静岡県道、愛知県道9号天竜東映線を経て、静岡県岩田郡二股町の鹿島橋交差点に、至り、同交差点からは、バイパス化を除けば、現在と同等の経路によって、 終点の浜松市に至る路線として指定された。1969年交付の政令により、翌1970年4月1日に経路が変更されて、飯田市から長野県下稲郡所村を経由し、道村からは青崩れ峠を経由して、終点の浜松市に至る路線となった。1975年に施行された。 国道256号の経路変更に伴って、言い出しから上村にかけてが、同国道と重複区間となり、1993年に、起点から一部区間を、国道256号の単独区間とし、国道256号の一部を呼び、長野県道11号上電池の線を編入する、ことで、現在の経路となった。また、終点である、 浜松市東区の北島交差点から同市中区の連邪町交差点にかけての区間は、かつて国道1号で、中間にある小安交差点から連邪町までは、旧東海道の区間でもある。杖月峠付近長野県稲下高東町、藤沢一般国道の一部区間が途切れている、分断国道は全国に複数あるが、国道152号は、 車両通行不可能な分断区間が2カ所にわたって存在する一般国道の中でも非常に珍しい路線である。浜松市中区のメインストリートとなっている大手通りは6車線を有する。その一方で青崩れ峠付近など赤石山が役沿いの山が黒では自動車1台分の道幅しかなく地域によって道路整備度の落差が大きい。特に 文具井峠、地蔵峠、青くずれ峠付近の道路では、車両でのすれ違いは困難である。地蔵峠と、青くずれ峠には、車道は通じておらず、峠を越えるためにはと山道を徒歩で登っていくか、車両で通行する場合は、林道で迂回する必要がある。車両通行不可能な未開通区間があるため、いわゆる、国道の一つに数えられていて、青くずれ峠は、 平古市林道、地蔵峠は、蛇道林道で迂回することができる。青崩れ峠は、その名が示す通り青っぽい色の岩盤が非常に、崩れやすく地質が脆いところで、何度か、地質調査が行われたが、あまりの崩落の激しさから技術上の理由で、トンネル工事を断念せざるを得ず、国道に指定されてから、半世紀以上を経ても、普通区間解消には至っていない。 浜松市天竜区の青崩れ峠付近にある草木トンネルは、もともと三円南新自動車道の一部として、共用された区間である。青崩れ峠付近は、地質が脆いため、平古市峠へ迂回するルートとして先行して、建設されたトンネルであるが、その先の周辺地盤が脆く、高規格幹線道路としては、 不適格であることが判明したため、三円南新自動車道のルートとしては、放棄、一般道へ格下げする改修を経て、国道152号に編入された区間である。分断区間以外でも、自然災害によって通行止めが、たびたび発生していて、2020年には、令和2年7月号雨によって通行止めが発生し、迂回路となっていた。 県道大林天流線も10月14日に土砂崩れが発生したため、沿線は寸断状態となっている。高東バイパス、長野県稲市高東町東、高東長野県長和町地野市競りが、沢は、大門街道、地野市競りが、沢交差点同士五在市神社交差点は、メルヘン街道、地野市五在市神社交差点同士明けぼの水道は、ビーナスライン。 つえつき峠越えは、つえつき街道という別名がある。また、長野県伊那市静岡県浜松市間は、古くから太平洋で採れた塩を新州へ運ぶための交易路、塩の道としてよく知られる秋葉街道の別名がある。浜松市中連雀町同市東区北島町は、東海道で国道1号の旧道の一部だった区間が、 国道152号へ変更されたものである。国道299号との重複長野県知の市、豊平南大塩道の駅中沢峠付近、長野県稲市長谷浦長野県内は、八ヶ岳を横断し、南アルプス西側の谷に沿う、山岳道路で、北から順に、大門峠、杖月峠、中沢峠、文具井峠、地蔵峠、 青くずれ峠と六つの峠を越えてゆく。本国道が通る谷は中央構造線と呼ばれる地質活動でできたもので大鹿村北側に見られる断層崖は日本ジオパークに指定された。普通区間となっている地蔵峠と青くずれ峠も中央構造線の破砕帯状に位置する難所であることから地盤が脆く崩れやすい地質であるために トンネル掘削が困難とされており、この周辺一帯は緑の深い山林で、民家もほとんど見られず、卑怯とも言われている。浜松市街地周辺で平野となり、同市の都市部中心街のメインストリートとなっている。国道142号との分岐長野県小さ型郡、長和町。ありがとうございます。